プラムレーに入荷するプレミアリーグ第38アーセナルから入荷するにレンタル。席中の21歳 MF ジョイロックが、またもゴールと、た。今シーズンのアーセナルはダゾーンで、いつでも子でも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、プレアリーグ第38節。 フラム対ニューカッスルが現時間23日に行われた。アウェーのニューカッスがすでに降格の決まっていたフラムにに例の利を収めた。ゴールが生まれたのは前半23分だった。ニューカッスルが自陣でボールを奪い、ロックがボールを受けドリブルを開始。自陣、ナルティエリア近くからだったが、そこから気にドリブルで相手陣内に侵入。ぐんぐんとピードを上げ、 そのまま、ペナルティエリア内、ボールは一度相手に当たり、ウィロックはボールを見失うが、ボールを拾いダイレクトシュート。強烈なボールは、ゴールネットに突き刺さ、ったこの、ゴールの凄さは抜群の推進力による、リブル。自陣からドリブルを開始するも、相手、奪われない。ウィロックは、後ろから追いかけ、来たる。相手の前にコースを取り、相手に好きに、せず、 さらに都心あだらびおよと激突すも、強靭なフィジカルを持つウィロックはどず、そして強いシュートを放った。ゴール前で手4人に囲まれるも、ノリに乗ってる男にはそんなことは関係ない。しっかりとゴールを奪、見せた。試合は、その後、ファビアンシェアの PK2 点のリードとしたニューカッスルが勝利をめた。ニューカッスルは、今季を12位で終えた。 前のシェフィールドユナイテッド戦でゴーを決めた、ウィロックは出場した6試合で連続、ル。データサイト、アプタによると、21歳272日での6試合連ゴールは、プレミアリーグ史上最年少記録で、ルという。そして今回もゴールを決め、7試合連ゴールとなった。ウィロックは、今年2月にニューカッスルエレンタル遺跡。 デビュー戦とな2月6日のサウサンプトン戦でゴールを決め幸の良いスタートを切ると第30節のドッテナムから出場した7試合で連続ゴール。ポッテンシャの高さを見せつけている。レンタル先でし、リと結果を残し今季の後半戦は大活躍のロック。アーセナルにこの男の力が必要かもれない。アーセナル復帰となるが。 来期の挙手、注目が集まる。動画、アーセナル保有の21歳 MF が第、で最終節での7000連続弾がこれだ。参照方法、YouTube で、ルを、クリック、り <music>